5000円ぐらいまでいった月。月5000円ですか？月5000円ですよ。そんなに変わるんですか？変わりますよ。好きなことやって、はい、もういいや、もうダメでも、みたいな。あ、なるほど。タモリさんから電話来て、前田くんが下出てくれるかな？いいよ、そこ、いいともでしょ、みたいな。このグランプリ決勝で松本さんから96点もらう。96ってすごいリアル。なんか浮かんだんですか、その時に。これね、本当にもらったんですよ。本当に96点。皆さんこんにちは、キコです。本日もインタビュー企画キコットのお時間でございます。本日のゲストさんなんですが、私のチャンネル史上初めてのタレントさんでございます。芸人さんなんですけども、私ね、何を隠そう、お笑いが大好きでして、高校生ぐらいの時からすごく芸人さんが大好きだったので、今回本当にね、ドキドキワクワクしているんですが、本日のゲストはスリムクラブの前田さんです。スリムクラブさんといえば、M1 のファイナリストさんですよ。もう実力派の方ですね。で、すごく活躍されていて、笑っていいと思うとか、本当皆さんが誰もが知っているような番組にたくさん出られたりとか、あと今は千鳥さんの癖がすごいグランプリに出られてたりして、本当にね、お茶の間の方も皆さんが知ってらっしゃる人気者なんですが、少し前にね、吉本さんの闇営業問題があったじゃないですか。で、そこでまた少しね、人生が変わられたんじゃないかなと思うわけですよ。で、そういった、本当にすっごい活躍されて、で、すごい、やっぱり人気で有名だったゆえに、何か問題が起きた時の、この幅だったり、世間からの目だったり、普通の人だったら経験しないような、いろんな経験をされている方だと思うので、ぶっちゃけどうだったんですかっていうことを、お話、お伺いしたいなと思ってるんです。本当に前田さんがこの、キコットの企画出ていただく時に、もう NG 一切なしです。全部お話ししますって言ってくださったんですね。なので、そういった M1 ファイナリストみたいなすごい経験をされたりとか、夢をいっぱい叶えられて、逆にもういきなり1日にして闇営業問題でバーンってこう悪いニュースが出てしまって、そこから、その間もですね、どんな在り方だったり心の変化があったりだとか、今はそれについてどう思ってらっしゃるのかとか、本当に他では聞けないお話をいっぱいね、掘りは掘り深掘りさせていただこうと思っています。それでは行ってきます。はい、ということで本日のゲストはスリムクラブの前田さんです。よろしくお願いします。いやいや、本当ありがとうございます。まさか。いや、本当まさかです。もうなんだろう、不思議な感じ見てるんですよ、チャンネル。はい、でも入ってきた感じで、この画面の中に、はい、僕が。いや、不思議な感じです今いやいや、私こそです。本当初めてなので、こうテレビに出てる方が来てくださるの、はい、いや、ありがたいっすよ。しかも僕の好きな銀銀バージョンで来ていただきまして、嬉しい。来ていただきまして、俺とかチャンネル呼んだみたいな来ますからね。はい、大好きです。じゃあ早速なんですけど、はい、10問ちょっとよろしいですか。うわ、いきなりですか。いきなり、はい、はい、じゃあ行きたいと思います。はい、はい、ではまず第1問、はい、弱み苦手なことは何ですか。うわ、これむずいな。弱み苦手なこと、はい、女性の誘惑ですけどなるほど、女性の誘惑。はい、はい、では続いていきます。それをどうやってカバーしているか、はい、掘りますね深掘りっすもんね。深掘りです。はい、これはですね、そうですね、いや、カバーできません。できません。はい、では続いて、はい、人生で一番幸せだったことは何でしょうか。これ2010年にですね、はい、M1 の準決勝終わって、決勝の発表で名前呼ばれた時です。あー、なるほど。感動しました。はい。はい、じゃあ続いて、逆に人生で一番辛かったことは。これも皆さん今頭に浮かんでると思いますけども。はい。はい、闇営業問題です。ですよね。どうやって辛い時を乗り越えましたか。これ本当ね、ヒコさんの動画にもつながりますけど、はい、深掘りっす。深掘り。深掘りしかない。おー、はい、幸せに生きるために、手放した方がいいものは何でしょうか。そうですね、やっぱ過去の辛い記憶とかに対するこの恨みとか怒りとか、そういうエネルギーですかね。今のお仕事を始めたきっかけは何ですか。親父の影響ですね。お父さん。はい、親父がちっちゃい時に会社の忘年会とかでジュディ・ヨングさんの真似とかしてたんですよそういうの見て受けてたんで。ああ、でお父さん見てかっこいいっていう、人を笑わせるのがかっこいいって。はい、そっからです。
なるほど、子供の時はどんなお子さんでしたか？それ、まあ、見た目はもうめちゃくちゃ肥満児で、へえ、やっぱ活発でしたね、わんぱくって感じで、はい、なるほど。じゃあ続いて9番、はい、人生の転機は？うわ、これいろいろあるんだよな。まあ、M1 にしときましょう。M1、はい、はい、M1、そうですよね。どんな人に助けられてきましたか？いやー、まあ奥さんはじめ、ほんと内間、ほんと周りにいる人みんなですね。なるほど。じゃあ10問ありがとうございました。ほんとたくさんお聞きしていきたいんですけど、はい、ちょっといいですか？はい、まあ、個人的にはちょっと笑いが少なかったかなと思います。じゃあここからですから。大丈夫ですか？はい、大丈夫。納得いかなかったら言ってくださいね。もう前田さんのさっきこう話していただいた中の M1 とか、はい、闇営業問題とかもそうなんですけど、はい、結構皆さんご存知のだと思うんですよ。そこそこ、はい、でそれって表に出てる結果は割と皆さんご存知だと思うんですけど、はい、その裏で特に内側の部分でどんなことが起きてたかっていうのは多分あまり話されてないですよね。ないっすね。はい、そこ聞きしてもいいですか？いいよ。いただきました。ちょっと自信なかったんで小声でしたけど。いいよ。本当に嬉しいです、はい、私昔から本当シルムクラブさん大好きなんで。なんかね、はい、来ましたよ、はい、渋谷無限大ホール、はい、いらっしゃってたと。そう、あれって何年前ぐらいですかね？俺ら出てたのが、はい、ちょうどエンタの神様の頃なんで、はい、2008年ぐらい。あ、私高校生だったんです。えないっすか？その時に多分出られてきたバックグラウンドの方。そう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 。ですよね。はい。やばい人たちみたいな感じで。まあ、いや、闇営業で撤収しましたけどね。あ、やばい、やばかったんだなっていうね。その時の、はい、前田さんの格好がすごかったじゃないですか。はい、ああ、コントでね。はい。はい。どんな衣装だったか。ね。はい。厚底の。はい。すごい厚底でした。ブーツ、靴履いてたんですよ。はい。めっちゃ高いな。俺身長184あるんですけど。はい。その厚底もね、結構60センチぐらいね。60センチはなかなかですね。高いですね。はい。少年ジャンプ。はい。チャンピオンマガジンを積み重ねて、少年誌を黒いガムテープでぐるぐる巻きにして、こう、松底ブーツ。すごい。ブーツに貼ってたんですか、あれは。いやいや、だからもう、靴に、普通のコンバースに。コンバースに貼ってたんですか、あれ。コンバースにその雑誌を、もうガムテープでぐるぐる巻きにして、私も一応、アムロナミと同じ出身なんで。確かに、アムロナミ怒られますよ、大丈夫ですか。クレーム会えなかったですけども、渋谷でアムラーとしてやってましたね。そう、さっき、そう、だから奇抜なやつ来たなと思ったでしょ。なんかこう、すごい厚底の、そうでちょっと上ウエストも見えました。はい、そうですよね。半ズボンにダンクトップ。本当にアムラーでした。で、フランチェのサングラスかけて。ですよね。で、なんかね、これリーゼントのね。そうでした、そうでした。リーゼント、ほんと黒いね。はい。被り物はリーゼントあるんですけども。はい。あれ、なんかわかります？あれ。あれ何ですか？あれ、車のセルシオの肘掛けなんです。後ろの肘掛けを、新聞パン、前の新聞パンパン詰めて、ちょうどいい感じでやってた。めちゃめちゃ手作りじゃないですか。手作り感です。やっちゃいました。いや、すごい、その時から、はい、拝見してたので、はい、めちゃくちゃ嬉しいです、今と。その時、ちなみに他にも芸人いっぱいいたんですよ。はい、ピースさんとか、はい、ノブコブさんとか、はい、シズルフルポン。はい、その時はなんかランク付けがあって ABC。ありましたね、ありました。人気投票するんですよ。はい、キコさんも、はい、されたんじゃないですか、その当時ガラケーとかスマホで人気投票してたかな、アンケートで。誰見に行ったんですか？私、はい、ピースさん大好き。本当にキコさんでも素直な方が期待した私があれでした。メルアドに入れるぐらい好きだ。どっち？又吉、綾部さんが好きでした。綾部さん、ほら。いや、人気でしたね。矢部さん好きでして。ニューヨーク行ってますよ。そうですね。はい。見てるかもしれません。見てるかもしれない。YouTube で LINE 送ってきますか。あ、お願いします。矢部さん。はい。はい、本当好きなタイプかもしれません。何慣れしてるんですか。違う違う。ゼロスピリチュアルですよ、今。本当ですよ。10問10答無視。すいません、本当に。ちょっと。
ちょっとじゃあ、はい、掘り下げていきましょう。ますけども、はい。一番幸せだった時と、あと天気が M1。はい。はい。M1 までと、その後でどんな感じで変わりましたか？いや、もう人生大きく変わって、うん、M1 出たことで、はい、まあ、誰もが知るってあれですけど、いわゆる売れた状態になってます。そうですよね。そうですね。売れたと。ブレイクしたとってなって、はい、もう、M1 生放送終わって、うん、打ち上げとか終わって、はい、帰り、歩いてたらもう指さされて。あ、もうそんなすぐなんですね。いや、びっくりしましたね。初めてマスク買いに来ましたね。はぁ、それもちょっとでも憧れだったりして。そう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 。今はね、そういう時代ですけど、前は、ほんと、風邪ひいてる時ぐらいじゃないですか。うんうんうんだから芸能人的にマスク買っちゃいました。刺されちゃうから。刺されちゃうから。うわーけど刺されたいしね。うん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 。やっぱ収入が大きく変わりましたね。うん、こんなにか。何倍ぐらいなの？そのね、その前に一回落ちたんですよ。その前に？あ、エンタの神様。あ、で、ちょっと第一、そうそうそう、ブレイクがあって。で、その時に、まあ大体月50万ぐらい。もらえるようになったんですよ。はい。したらバイトせずに暮らせるじゃないですか。うん、そうですね。嬉しくて。うん。したらある日、1年ぐらいやって、マインドのスタッフから電話が来て、はい。来週で卒業ですと。あ、もういきなりなんですね。でした。へぇー。まあシビアで、視聴率で見てるんですよ。なるほど。分刻みで。はぁ、もう数字が全てなんですね。そうでしたね。うん。で、マインド、出ると営業とか行けるんで、ああそうですね。収入が上がるんですよ。だからそれが一気に立ち切れて、うん、5000円ぐらいまで行った月。月5000円ですか？月5000円ですよ。そんなに変わるんですか？変わりますよ。で、その時はエンタ縛りっていうのがあって、エンタ以外出ちゃダメだったんですよ。まあ、ありがたかったですけどね。で、5000円になって、はい、まあもう一度50万円の味わってますから、うん、バイトなんてしねえぞと。しかも顔もね、結構。そう、声もバレてるじゃないですか。確かに確かに。ね、変なプライドがあって、うん、あいつ一発屋で終わったなと、言われたくないから、ね、もう、はい、三菱 UFJ 銀行のキャッシングをしまくりまして、感じですね。で、エンタの時に、ここしかないってことで、はい、600万ぐらいまで、月行きましたね。すごい波があるお仕事、ね。5000が600万です。すごいですね。マグロのね、漁師の。まあいいや。諦めないでください。諦めたの分かりますね。さすがスピリチュアリストですよ。芸人が諦めた瞬間も感じるとでも私拾えないかもしれないと思う。自分感想だけ言ってもらえれば。自分でやりますから。なぜ俺自分のあれをスプリチャリストに拾わそうとしてるんですか。申し訳ありません、本当に。衝撃ある世界ですね。なるほど。金額的にも。人生的にも。その下がった時に辞めたいとかはならなかったですか。そのね、生活できない意味ではビビって、はいはい、うん、俺このまま好きなことやっていいのかなと。うん、なんか自分のやってることがエゴに感じたんですよ。わがままで好き勝手やってんじゃねえかみたいな。はい、なんか沖縄戻って、はい、教員免許持ってるんで、うん、学校の先生やろっかなとかありましたけど、まあ葛藤はしましたね。あ、はい。うまくいかない時って、好きなことやってても、好きなことやってなくても来ますよね。来ますね。はい。で、そう、好きなことやってたから自分が好きなことやってるせいで、うまくいかないんじゃないかみたいに思っちゃったってことですか？そう。だからそこに僕の観念があったんですよ。ああ、なるほど。好きなことを、やっちゃダメ、うんうん。苦しまないといけない、努力しないといけないっていう観念があったんですよ。それでも持ってる人多いじゃないですか、ね。多いですね。はい。はい。我慢してなんぼみたいな感じ。そうなんですよ。それをね、少しずつ僕も外せていって、はい。まずあの、心屋さん。ああ、心屋さん。はい。言われたことが、はい、我慢したらいいことあるっていう思い込み。うんうん。それは明治政府の洗脳だよって言われました。はあ。まあ、昔はね、しょうがなかったと、うん。そうですね。時代があるじゃないですか。うん。本当に頑張って、こう、作物育てて、
そうですね。働かないともう、食物がないから。しょうがなかったと。はい。頑張れ頑張れっていう、はい、しょうがなかった。でも今、うん、そうね、食物、食べ物ロスとか。そうですね。溢れてるぐらいですね。そう、捨てて問題になってるじゃないですか。廃棄問題とか。うん、正直、それぐらい変わってるから、もう時代が変わってるから、うん、心のマインドも変わってもいいんじゃないのっていう。なるほど。それがすごいしっくりきたんですか？それありましたね。なるほど。はい。で、新庄剛志みたいに、はい、プロ野球の、うん、楽しくやって生きてきてる人もいるし、いや、もうその世界にかけてみたいと。好きなことやって、はい、もういいや、もうダメでも、みたいな。あ、なるほど。ってなって、その落ち込んでる時に仕事が来たんですよ。うん、ダイナマイト関西っていう、大喜利の一本グランプリみたいなイベントがあって、はい、僕めちゃくちゃ大喜利好きなんで、その時ね、しばらくこの1年大喜利やってみようということで、大喜利のライブとか頑張ってたんですよ。うん、そしてなんか呼ばれて、バファロー五郎さんっていう人、はい、先輩が、はい、したらね、これもガチのトーナメントで、即座にこうお題出されるんです。さっきの10問10答。ああ、そうなんですね、うん。うん。事前にお題もらうライブとかもあるんですけども。あ、へえ。それは本当のガチのその即興。ガチの。そしたらもう決勝まで行って。わあ。その時オードリーの若林さんが決勝であって、はい、で、僕そこで優勝したんですよ。へえ、すごい。だから好きなことやっていこうっていうエネルギーでそこになりました。うん、なるほど。そういう葛藤ありました。でも M1 でこうブレイクした時に、はい、好きなこと貫いてよかったなってなりました。なるほど、はい、でその一回エンタでこうちょっとブレイクして一発やりになった。でその時にその心屋さんからその時ブログとか見てたんですよ。ああ、なるほどとかそういう、そのブログで助けられましたね。で、それだけで結構変わったんですか？他にもなんかいろいろありました？あとはね、はい、本田健さん好きなんですよ。ああ、はい。ユダヤ人大富豪の教えっていう本があって、うん、ここにも、やっぱりこの情熱を持って生きる、はい、っていう話があって、うんうん、4通りあると人間。はい、4通り。お金持ちと貧乏。うん、好きなことやってる。好きじゃないことやってる。なるほど、縦軸がお金持ち貧乏。そう。横が、好きなことやってる。理解が早い。素晴らしい。ありがとうございます。だから、好きなことやってる金持ち。うん、嫌なことやってる金持ち。なるほど、なるほど。好きなことやってる貧乏。うん、嫌なことやってる貧乏。うん、どっちがいいですかって。いや、もうどっちならもうどっちでも、そうですよね。好きなことがいいだろうって。うん、ことで、本田健さんの本で、こう、スイッチがありました。へぇー。しかも名前が同じ健だったんで。あー、ほんとだ。ちょっと来ましたね。それでも好きなことやっていこうってなったんですね。そう、最後のページに、こう、剣へっていう、剣への手紙があって。ああ。これで最後ちょっとうるっときて。本田さんが、そのユダヤ人の金持ちの方と、うん、こう、金について学んでいく、人生について学んでいく本で、はい、最後そのユダヤ人から手紙もらうんですよ。うん、その手紙に、親愛なる剣へって書いてあるんですよ。俺のことのように響いて、うん。これからたくさんの苦難が待ち受けてる。でも君はそれを自分じゃ受け止められないと思うかもしれない。うん、でも、ケン、そこで勇気を持って留まってくれた、うん。君は自分じゃ信じられないかもしれないけど、社会を変える力を持ってる。自分を侮らないでくれ、ケン。うわぁ、自分のことだよ、ね。おぉ、これも運命だと。うん、そこでエネルギーを燃えました。すごい。はい、あ、その後の M1 なんですか、ね、そうですね、はい。じゃあ M1 は引き寄せですか？そうだと思います。はぁ。本田健さんの本に、とにかく自分の感情を濃度に書くことと。うん。書いて書きまくれと。はい。で、本当に思ったことしか伝わらんから、はい、スピーチの場面があるんですよ。うん、めちゃくちゃ上手に喋る人いるんですけど、伝わらないと。うん。けど、めちゃくちゃね、こう自分の感情を感じながら、喋ってる老人がいて、はい、みんな泣くんですよ。あ、そっから書き出して、そこでノート持ってたんですよ。その頃悩んでた頃、エンタの前、やばくないですか、タイトル。すごい人道って言ってね。うわー、その12年後に人道を話すことをするんですけ
いや、ちょっとすごい、あの、歴史を感じる。え、これちょっと見せていただいていいですか？いいよ。いやいや、いいんですか？すごい。まあ、書き殴っててね、もう。すごい。これは、あの、そういうの読んで、大事なところまとめて。え、自分の気持ち書いてるんですよ。すごい。そして自分のことにも当てはめられてますもんね。そう。M1 とか。そう。すごい。あ、で、こういうことしてほしい、こういうことしてほしいとか。そう。なぜ俺は内間にこうやっていたがってるんだろうとか。ああ。なぜ俺はこんなのお金に恐怖を感じるんだろうとか。すごい。ね、面白いですよ、はい。あの、本当に書くと叶うという。うん。見てほしくてですね。すごい感動。意味わかりませんね。独身生活。そうですか。独身生活、どういうことですか。これ多分その、もう少し味わいたかった。絶対に大金持ちになると。ああ。だけど、そのね、ちょっと待って。あ、出た、ほら。2010年に達成される目標。おお。読んでください。え、12月 M1 グランプリスリムクラブ決勝進出。M1 グランプリ決勝で松本さんから96点もらう。96ってすごいリアル。なんか浮かんだんですか、その時に。これね。本当にもらったんですよ。本当に96点。だから審査の時に、M グラムの点数は、何点、松本さんって96点って時にもう、なんか変な感覚、涙が出て、不思議な夢の本当に感じでしたね。ドンピシャですもんね、それ。はい、なんかで、ブワンって 3D でできた感じで。3D なんですけどね。実際。先生、バカだ。もっと前に来たんですね。優しいもの。恵比寿の高級マンション、1LDK の1個、これも叶ってるんですよ。で、ホワイトニングをして綺麗に、そしたらホワイトニングの仕事来たりとか。おー、ダイナマイト関西優勝しましたから。お、すごい。そう。その親戚に対するお金の借金を関西ってね。あ、すべての借金がしたんですよ。へぇー。あの、体脂肪率 8% になるっていうのは。行ったんですよ、これも。行ったんですか？すごーい。あ、笑っていいと思う、出演。そう、しました。しました。これもね、東京来て2004年に。ずっとね、僕、半身浴するんですよ、毎朝。はい。で、目閉じてイメージするんですね。うん、感情が込み上げてくるぐらい。うん。で、テレフォンショッキングってどうじゃって、はい、いいと思うんです。ありますね、はい。出たくて、タモリさんから電話来て、マサ君が下出てくれるかな？いいよって、そこ、いいと思うでしょみたいな。そういうイメージをしてたんですね。で、それでタモリさんが、ちょ、違うみたいなこと言って、それも泣いてイメージしたら、本当に電話来て。それやったんですか？それ。うわー、すごーい。本当に全部そのままかなんですね。そう、僕はだからその引き寄せっていうのを信じてるし、うん、その感情レベルで、腑に落ちたら、涙出るぐらい、やれば、うんうん、僕は信じてあると思います。だって、叶ってるから。そうですね。キコさんもですよ。私？そう、だからキコさんを引き寄せたわけですよ。はぁ。キコさんを見て、おってなって、はい。本当ですか？感じが良かったんですよ。はい。フィーリングが、はい、軽い感じ、柔らかい優しい感じ、だからね、正直言いますよ、はい、ルックスが好きだったんですよ。うん、嬉しい、ありがとうございます。だからアイコン見て、はい、サブチャンネルの時ほらヘッドホンこっちつけてる。はい、あります、あります。もうジャケ買いですよ、だから。ありがとうございます、嬉しいです。ショートカット好きなんで。そんな理由。ショートカットしてくれた。見た目でジャケ買いしました。そしたら内容は同じこと言ってるんですよ。深掘り、はい、不倫の会とかもあったじゃないですか。ありました、ありました。この方は、はい、深掘りができてないと、うん。相手に対しての話になってるから、うん、まだできてないと。これでツインソウルとか言ったら、ブフって笑ってたんですよ。ちょっと悪いとこでいいぞ、みたいな。出ちゃうんですよね。いや、これいいです。でも、ヒカさんね、自分で言っても悪くないです。全然悪じゃないですよ。愛ですよ。いや、嬉しいです。そうやって受け取ってもらってて。あ、全然愛っすよ。いや優しい。よかった、だから僕が引き寄せたんですよ。うわ、嬉しい。こうあります。でね、量子力学っていうのを学んでて、はい、そこで腑に落ちたんですよ。人間の感情にも、こう、波長、波動があると。うん、リモコンの波長をしたら波長が落ちる、はい。つまり見えないけど電波が飛んでる。はい、
自己否定の感情とか、量子力学で学んだんですよ。そしたらね、量子力学講師の高橋博勝さんっていう方、いらっしゃるんですよ。で、その方見てて面白いなと思ったんですよ。高橋さんの YouTube をね、こう耳で聞きながら、目黒駅、歩いてたんですよ。そしたら、まあ知り合いと待ち合わせしてて、俺めったに喫茶店とか行かないんですけど、ちょっと喫茶店行こうつって何軒か回って、もう行ったこともない、目黒のアトレの中にある喫茶店入ったんですよ。目の前に高橋さんがいたんですよ。みたいな。ええー、ですね。すごい。高橋さんに、一応見てますって。引き寄せましたね、つって。ありますよ。すごい。ノリが合うってあるじゃないですか。ありますね。感じが合うっていう。うん、俺、キコさん感じ合うと勝手に俺が言ってますけども。嬉しい。嬉しいです。合うって言っていいですか、私も。あ、甘いっすか、私と合います？合います。そこいいよ、私。あー、ごめんなさい。ちょっと無限大からやり直しますよ。高校生の時からやり直します。そうですよ。なんで、キコさん何も悪くないです。確か怪我しました。途中まですっごいいい話だった。楽しいから人気者になりたいとか、そういうのは叶いにくいってことですよね。今ね、大変な人もいると思う。誰も悪くない。もし悪いとするのは、それは昔のデータだから。そのデータさえ癒せば、パソコンなんですよ、俺たちは。アプリがって動いてるんですよ。変なアプリが邪魔するんですよ。それを癒してください。あなたは悪くない。データが悪いだけ。愛です。愛してください、自分。あなたもオファーバンジーチャレンジしてみませんか？このキコットの企画では、すでに成功されている方や幸せになっている方の潜在意識を分析、その潜在意識になるために過去にどんなことがあったかのお話などを聞いて、その潜在意識をみんなで真似して楽に幸せになっちゃおうという企画でございます。そのためにいろんな方の成功体験や失敗体験をお聞きしていこうと思っています。あなたの憧れの人とぜひ対談させてください。そしてそのあなたの憧れな人に直接オファーメールを送るというバンジーしてみませんか？声をかけるのはなかなか勇気がいることだと思います。しかしこのオファーバンジー、過去に挑戦していただいた方には、自分に自信が持てた、自分もこんな風に勇気を出すことができた最初の一歩になったと嬉しいお声をたくさんいただいております。そして対談が成立した際にはオファーをしてくださったあなたのことをお相手にお伝えしたいと思います。憧れの人にあなたを知ってもらうチャンスです。このオファーバンジー挑戦してみてください。そしてこのキコットで対談してくださる方も募集しています。あなたの人生、辛いことや失敗談、そしてそれを乗り越えて今こんな風に変わったということなど、根掘り葉掘り聞かせてくださる方、ぜひ一緒にお話ししてください。オファーバンジー企画、そしてキコットの対談依頼は概要欄に応募フォームがありますので、ぜひそちらからご応募ください。たくさんのご応募お待ちしております。